e c キンゼジのベンブロは、ブラジルサンパウロ州ピラシカーバを本拠地とするサッカークラブである。ブラジルには同名のクラブが複数存在するため、キンゼジピラシカーバと呼ばれている。1910年代のピラシカーバには、ボーザ家が所有するベルゲーレンセトゲリーニ家が所有する、ドーゼでオートブロという有力アマチュアクラブがあった。1913年10月、 クラブの所有者たちは両クラブの合併を決めた。クラブの初代会長には、ブラジル国家警備軍の隊員にして、司会主でもあったカルロス・ビンジェテルが任命された。彼は、クラブの名前に、ブラジルの共和制宣言記念日である11月15日を、つけることを条件に職務を引き受けた。クラブは1913年11月15日に、EC ・キンゼジ・ノベンブロとして創設された。 1943年、カンピオナート・パウリスタ2部で EC、タウバテを勝ち点差1で上回り、初めてのタイトルを手にした。1976年、カンピオナート・パウリスタセリエ A1 で、パルメーラスに次ぐ2位となった。1977年、カンピオナート・ブラジレーロセリエ A2、初参戦し、22位となった。二度目の参戦となった1979年シーズンは十三位と、 なった。1995年、クラブにとって初めての全国タイトルとなるカンピオナーとブラジレーロセリエ C に優勝した。決勝ではリオデジャネイロ州のボルタレドンダを下した。ありがとうございます。